フェリスホイールフェリスホイールは1893年、イリノイ州シカゴで開催された、万国博覧会の中心的存在となった、世界初の観覧車、シカゴホイールとも呼ばれる。1889年のパリ万博における324メートルのエッフェル塔が呼び物になったのと同じような意図で、フェリスホイールは80.4メートルとシカゴ万博で最も高いアトラクションであった。 一度解体された後は、1895年に、シカゴのリンカーンパークで再建された。その後再度解体されるも1904年ミズーリ州セントルイスで開催された、万ク博覧会で再建された。この建設は3度目であり、再建されたのは、これが最後である。1906年に完全に解体された。1893年のシカゴ万博にて、 フェリスホイールを通しての景色レンセラー、工科大学出身のジョージ・ワシントン・ゲール・フェリス・ジュニアによって設計、建設された。彼はピッツバーグの協梁仮設者であった。はじめは鉄道業界で働き、その後協梁の仮設に関心を示した。彼は構造工の需要が高まっていることを理解し、ピッツバーグで GWG フェリス &CEO を設立した。この会社は 鉄道や、橋梁仮設車のために、金属の検査をする会社であった。1892から3年の冬にジャクソンパークで、ダイナマイトにより3フィートの凍った地面を突破し、ホイールの基礎が作られた。蒸気の紛失は労働者が汚れを溶かし、注いだコンクリートが凍るのを防ぐために使用された。木材を積み重ねたものは、地面から32フィートに及び、 その上にはコンクリートで満たされた鉄の講師枠組みが置かれた。長軸は71トン、45.5フィートであり、これにより構成されたものは、当時世界最大の中空の単造品であり、これはベツレヘムスチールで製造された。ホイールは53,031ポンドの重さの直径16フィート、中鉄製のスパイダー2つを合わせた。 重さが89,320ポンドである。36の客車に、それぞれ40客の回転する椅子があり60人まで収容可能である。よって一度に入ることのできる最大人数は2,160人であった。1893年6月9日、大きな期待と不安を伴って、試運転の準備が整った。ホイールを動かすエンジンは、 地下の本館が蒸気を流し1000馬力のエンジンピストンを推進させる蒸気ボイラにより支えられた。作家のナサニエル・ホーソーンの息子ジュリアンはホイールが周辺にあるいかなるものよりも高くそびえるのを見るやいなやこのようなサイズのものは直立し続けるがそれを支えるものは見えない十分なものはないスポークは雲の巣のようであり最新の自転車の車輪風である と驚いた。フェリスと同僚の W カイグロナウは共に、これまで試みられなかった構造的障害を起こさず、ゆっくりとスムーズに回転する巨大なホイールという、高額の脅威を認識していた。最初の稼働の際は、客車は取り付けられなかった。しかし労働者たちは、重大な出来事を見ようと集まった多くの従業員の、聴衆からの歓声を伴奏に、構造に上りスポークに居座った。 最初の回転が完了後、グロナウは試運転を成功とみなした。私は喜んで大声で叫んだフェリスは自身の発明が動き出すその現場に出席することができず、その晩に電報を受け取った。最後のカップリングと最後の調整が行われ今日の午後6時に蒸気ボイラが動き出し、ホイールが完全に一回転しました。 20分をかけて回転するためのすべてのものが満足に動作しました。完全な成功をお祝いします。ミッドウェイは非常に熱気に包まれています。に回転するのに20分かかった。1回転目は乗客が乗り降りできるように6回止まるが、2回転目は止まることなく9分間で動いた。チケットを持っている人は50セントを支払って乗ることができた。 はじめは1893年6月21日にシカゴのミッドウェイプレザンスで開催された万国博覧会の中心的な存在として公開され万博終了の1893年10月までその場所で運転を続けたライトウッド通りより北に見えるリンカーンパークのフェリスホイール1894年4月に閉鎖し解体され倉庫に保管されていたが 翌年に最初に作られた場所近くのリンカーンパークで再建された。そのアミューズメントパークがあったエヌクラーク通り2619から2665には現在マクドナルドと高層住宅が建っている。当初の計画ではビアガーデンとボードビルショーも設けられる予定だったが酒の販売権は認められなかった。当時その近くに住んでいたウィリアム・ディ・ボイスは ホイールの所有者に対して撤去する要巡回裁判所に提訴したが失敗している。1896年に映画の発明者であるルミエール兄弟はフェリスホイールを含むライトウッド通りとクラーク通りの交差点のショットフィルムを撮影している。これはシカゴを撮影した最初のフィルムの一つである。1895年から1903年までその場所で稼働し、 シカゴハウスレッキングカンパニーにより8150ドルで買い取られた。その後再び解体され1904年のセントルイス万博に鉄道で運ばれた。そこでは21万5000ドルを稼ぎ出した。最終的には1906年5月11日にダイナマイトを使用して爆破解体された。1904年のセントルイス万博のフェディスホイールの立体カード。 ありがとうございます。